ムジクラやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は、題名通りですね、このようにですね、自動エレベーターを作ってみたので、それぞれ紹介させていただきます。と、その前にですね、多少の変更がありました、こちら。前回作りました自動収穫機なんですが、スイカかぼちゃの自動収穫機なんですが、このような形になっております。コンバーじゃない、リピーターがですね、レッドストーンリピーター、これですね。これが、半分で済むよっていうところですね。これまだ置きっぱなしなんですけど、信号を見ておいてもらうとわかるんですけど、ここですね。この一番手前のピストンが、リピーターなしに反応するっていうことに、撮影の後に気づきましてですね、見ての通りですね、この一番手前の、この草ブロックが反応してるんですよね、ちゃんと。だからこんなにレッドストーンリピーターを、用意する必要はない。つまり半分でことが足りる形です。だから64個用意するっていう風に動画では言ってたけど、多分32個で足りる。32個もあれば足りるような形になってますので、皆さんもぜひ、言うてこの後この動画、でもまあ大丈夫かな。もしこの動画見て64個作っちゃったよって方は本当に申し訳ない。すいません。半分でこと足りますんで。はい。では早速ね、本題の方に入っていきましょう。もう一番右は動画内でも説明したやつなんですが、トロッコ式エレベーターですね。は、これはもう本当に早いし、利点は安価であり、かつ、降りれるっていうところにあります。はい。これはね、降りることが可能なんですよね。これさ、今、ゲームモードじゃない。あ、じゃなくても全然降りれますね。はい。これが本当に安価。もう説明も不要でしょ。トロッコと、はしごで作れちゃう。で、レールは、一つあれば大丈夫なんで、本当に安価。もう鉄が、1スタックも必要ない。多分10個くらいでできるんじゃない？トロッコを作るのに5つ必要だから、これ作るなら、鉄が、まあ、20個もあれば絶対できるよね。ちょっとレールをどうやって作るのかが自分の中で分かってないけど。はい。めちゃめちゃ安価。超簡単です。でもってですね、それより安価なのがこれです。なんだこれって感じだと思うんですが、上まで行って、この形で、中に水を入れただけっていう超簡単な水流エレベーターなんですが、こちら作ってたのは、もう、かの有名な瀬戸康史さんなんですが、瀬戸康史さんがプレイされてるのを PE なんですよ。ポケットエディションなんだよ。で、PC 版だと、バグなんですよね。P 版しかないバグを使われてた、水流式エレベーター PC 版では使えませんでした、残念ながら。瀬戸さんが言うには、北東の方角にあるこのくぼみの部分に水が流れ出る判定があって、それを伝って上まで上がれるっていう風におっしゃってますね。各所行ってみたんですけど、まあ残念なことに PC 版ではできませんでした。水が飛び出てる判定があるらしいね、 P だとね。だからこれはボツですね、PC 版では。多分一番皆さんが気になってるのはこれですね。レッドストーン&リピーターなどなどを使いました自動エレベーターでございます。早速やってみましょう。すいません、ミスりました。さあ行きましょう。こんな感じで、ぐわーって上がってこれるっていう、このエレベーターですね。これをですね、今回は、とある場所に設置していきたいと思います。こちらを制作されていたのは、マドネスさんという方で、その方の動画を、思いっきりそのまま、もう参考じゃないですね。これはパクですね。まあ、パク丸にしといてください。参考にさせていただきます。はい。では早速やっていきましょう。作りたい場所はね、こちらですね。あ、行き過ぎた。こちらです。はい。この空間ですね。ドンと。さっきやった、この横から見ると、ただの壁にしか見えない。ただの壁にしか見えない。この隠し部屋までの道のりですね。はい。ここの、思い出してもらえる方もいると思うんだけど、これですね。階段ギミックを利用した壁すり抜けギミックを利用した隠し部屋&隠しチェストですね。を作りましたよーってやつですよ。あの時の隠し部屋を、から、上に出る手段がなかったんですね。はい。を、ここに制作してみたいと思います。では、早速やっていきましょう。
まずはですね、このようにですね、三角形を作っていってください。はい。このような形になっております。はい。で、持って、次が、こちらにレッドストーンを敷く。レッドストーン、レッドストーン。はい。で、からの、下に、穴を開けておきまして、まずは、レッドストーンを敷いてないブロックの裏にレッドストーントーチで、下にレッドストーントーチを置くと、このトーチだけ消えます。このトーチだけ消えます。これで OK です。はい。その次が今回石でやってますが、どのブロックでも大丈夫ですよ。石をレッドストーントーチの上に置いていくイメージで敷いてあげてください。このようになっております。はい。横から見た図ですね。で、この裏ですね、今置いたブロックの裏にレッドストーントーチ、トーチ、トーチ、トーチで、ここでワンポイント、トーチの上には必ずブロックを一つ置くことを考えておいてください。はい。でですね、次がこの今置いたレッドストーントーチの隣にブロックを置いてあげる。レッドストーントーチを選択しながらブロックを置いてあげると、横にそのまま置けますので、はい。するとこういう形になります。はい、こういう形です。で、続きましてがですね、これちょっと邪魔、続きましてこちらですね、1マス開けまして、その上でまた三角形を作ってあげてください。一段上のところに作ってあげてください。で、同じく三角形です。はい、この高さまで行きましょう。そして、今度は三面全体にレッドストーンを敷いてあげてください。このような形になっております、レッドストーン。はい。続きまして、裏側に回っていただいて、石を敷いていきましょう。今回はこういう形ですね。もうこれは動画を見てもらった方が、動画のようにやってくださいって言った方が多分早いし、わかりやすいんじゃないかと思います。はい。このような石の配置をしてください。で、続きましてはですね、この空いている部分の裏側、一個手前側、自分の動画で言えば手前側に石を置いていきます。こういうことですね。こういうことです。はい。こういうこと。このちょうどこの隙間が空いている部分を覆い隠すような形でですね、ブロックを置きます。このような形です。で、置いたこの裏にですね、左側です。左側、今の自分の視点から言えば左側にトーチ、トーチ、トーチ、トーチで、トーチの上には必ず石。はい、こちらで OK です。石じゃないね、ブロック。必ずトーチの上にはブロックです。で、この空いたところにレッドストーンを敷く。レッドストーン、レッドストーン、レッドストーン。これで OK です。はい。で、こちら側に帰ってまいりました。こちらが正面側ですね、表側の、ここを背に、レッドストーンリピーターを設置。この向きが大事なんですね。これ逆向きだとダメ。この向き。向こう側に向いてもらいたい。この向き、この向き、この向き。このように置いてあげてください。はい。よし。で、続きましてはですね、粘着ピストン。設置、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 設置。この高さまでいけんじゃない？もう一個上は多分無理ですね。そうですね。この高さまでです。はい。こちらも、こちらは、今度はここに一個階段を置いてあげた状態で、ピストン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 。で、同じ高さまで来ましたね。はい、OK です。そしたらですね、白樺の、いや、階段ブロックをこのように敷き詰めてあげてください。向きが大事です、向きが。必ずお互いがこう、向き合ってるような形で置いてあげてください。
ちょうどこのピストンが出てるところの向こう側まで掘ってってあげるとですね、ちょうどあのトーチが見えてきますので、2マス掘ってあげるといいかなと思います。この2マスあることで、後でこの覆い隠せるので、このレッドストーンたちがね、覆い隠すことができますので、つまり、よいしょ。こういうことですね。こうやって隠せます。後で。なので、ここまで掘ってあげるといいかと思います。2マス掘ってあげると。でですね、このレッドストーンの特性として、このレッドストーンの信号が、この1ブロック上の、この感圧板にまで反応しますので、ちゃんと。まあ、感圧板じゃなくてももちろん OK ですよ。レバーでも OK。ただまあ、感圧板が早いんじゃないかなと思います。おっとっと。はい、このようになっております。はい、というわけで完成いたしました。エレベーターっぽく、鉄ブロックで作ってみました。で、鉄ブロックの白に、絶対このシーランタンの、この薄い水色、緑っぽい水色みたいなやつが合うと思ったんで、このような形といたしました。ではね、早速、使ってみましょう。なんか俺今置いたな、大丈夫か？まず失敗します。結構失敗する。こんな感じで向こう行っちゃったみたいな。ここから出れるようにしました。結構失敗するんで、あと途中で詰まるとかね。こんな感じでね。身動きが取れなくなるなんてことが結構あるんで、多々あるんで、こっから抜け出るように制作しました。じゃあ上に行きましょう。ちょっとね、コツがいるんだけど、この階段にまず登るわけじゃん。ここ踏んで。そう、ここだけ動かないから。で、これ乗った後ね、A を押す感じ。常に左に行く感じで、ボタンを押しとくと、成功する。はい、落ちす。ちょっと待ってね。よいしょ。こんな感じで。アイミス。行きます。よいしょ。動き出したら、A。こんな感じでやると、成功しますので、ぜひ皆さんやってみてください。もう一回行きましょう。よいしょ。ね、こんな感じですね。A ボタンを押して常に左側に移動しようとしてると、上に登れるようになってます。はい。ではね、皆さん、今回どうだったでしょうか？自動エレベーターでございました。他にも今回紹介してない、まあ、いろんなエレベーターがあると思いますのでね。また、あ、これ面白そうっていうのがありましたら作ってみますので、ぜひ見ていってください。楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。